小寺の宮は、鎌倉時代から、室町時代中期にかけて存続した三宅。時はえ三宅に次いで、世襲親王家の定裁を備えていた。子祖は、後二条天皇の御子である、皇太子国義親王初代はその嫡男の安人親王称号の由来は、国義親王以下の代々の殿の宅が、落成の葛野軍牧寺にあったことによるという。経済的に推備した後は、 とうとう海国に移ったとも言われる。五田法王は、創生した子息、後二条天皇が残した孫の国吉親王を、大覚寺等の政着として、所領を常与し、御子土地の所領も将来は国吉に常与すること、御子土地が即位しても、本人一代に限り、御子土地の子孫は、世襲親王家に留めることと定めた。三百十八年、御子土地が即位すると、国吉が、 皇太子に立てられたが、後醍醐はひたすら上位を引き伸ばし、生来病弱であった国吉は1326年に高位につくことなく隠れ居した。国吉の子、安人は、本来は父、国吉の後継者として、大覚寺等の静着たる身であるが、後醍醐の在位中は徹底的に礼遇された。後大碁が反乱に失敗して敗位されると、 後継の黄金天皇は安人を皇太子に立てた。大覚寺等の血筋の小寺の宮が寺明院島と深い、結びつきを有するようになったのは当然のことである。しかし1333年に鎌倉幕府が滅亡し、権力を奪回した五大五が沖から京都に帰還すると、黄金天皇の即位は取り消され、安人も皇太子を廃された。富によると、 安人神皇の後の小寺の宮は、国常王、聖平王、国康神皇と三代を経て、室町時代中期まで存続した。ただし、国常王と聖平王は創生したため、神皇宣言を受けた記録がない。国康の子には、氏広氏神皇などがいるが、一等資料による限り、その後の子孫は確認されていない。一二三四五二条天皇、国吉神皇。 安人親王、国常王、聖平王、国安親王氏、広志親王。安人について、南朝方昌園の東と海国入りのに下校して、龍雲寺を起こし、そこに落ち着いたという伝承があって、親王の屋敷跡、墓所、新鋭とされる者が同時内に伝存している。安人が京都付近で没したことは、その太れに見えているので、伝承は、 事実を伝えたものではない。ただし、小寺の風の演者がとうとう海とゆかりがあった可能性はある。その時期は中央の記録から消えた国安以降ということになろう。ただし、これらを具体的に裏付けるような資料は存在しない。竜雲寺文書によれば、英六から天正の頃、当時に大宮様が住んでいたが、武田方の軍役を務めていたため、 1580年に徳川家康に攻められ、寺を焼いて、新州に逃走している。大宮様とは、赤綱中つかさ醤油のことで、小寺の宮八世との自伝があるが、これも具体的な裏付けはない。なお、関西府には、大沢はじめ塾の母や友久の忠の母を、小寺の宮出身と伝えている。地方に下った三宅の例としては他に、五辻宮が挙げられる。 ありがとうございます。